はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、10キロ走ってきたので、ウォークモード解除していきたいと思います。私週に2回10キロジョギングをしておりまして、まあそのジョギング中ですね、ずっとドラクエウォークのウォークモードを使っているわけでございます。で、先ほどですね10キロ走ってきました。今ですね、私沖縄県は那覇市におりまして、まあ、那覇市ね、皆さんご存知の通り、冬でも暖かいので、まあ、この格好で、走って、もう全然ね、大丈夫ですね。日中走ると暑いぐらいですね。はい。というわけで、私、先ほど、ジョギングから帰ってきたということで、ウォークモードの方、解除していきたいと思います。というわけで、いきます。はい、解除。はい、383匹ね、モンスターを倒したということで、まあ、結構、まあまあ、いろいろとね、心が、まあ、たくさん、手に入れた心21個ということでございます。はい、まあ、ほとんど真珠ポイント行きかなとは思いますけれど、はい。で、次ですね、スカウト結果なんですけれど、銀の卵が2つと、あとは、まあ、7000歩族、5000歩族の、まあ、モンスターが、まあ、少し仲間になったと。まあ、いずれもね、素質、優か波かというところで、はい。まあ、これもね、魔物コイン行きかなと思います。はい。というわけで、まあ、こんなところかなというところです。ちょっとアルクンデス W の方を見ておきましょう。はい。プラス、9000歩ほどね、プラスになりましたね。はい。ということで、まあ、こんな感じです。本日の歩数は17000歩ほどですね。はい。で、仲間モンスターのところをちょっと見ておきましょう。はい。卵の孵化とですね、孵化装置のところと、はい。あとは訓練場を見ておきたいんですけど、卵の孵化装置はね、金の卵を置いたんですけど、まあ、だいたい9000歩ほど消化してですね、残り6000ちょい。というところですね。あとは訓練場ですかね。はい、訓練場の方は7000歩族のモンスターを置いてレベル37まで、上がりましたというところでございます。はい、ということでですね、とりあえずまあこんな感じになります。まあ10キロ、はい、10キロジョギングをすると、はい。まあ、どれぐらいね、モンスター勝って、どれぐらいスカウト仲間になるのか、みたいなね、そういうところの、まあ、参考になれば幸いでございます。まあ、参考にならない人が多いかもしれませんが、まあ、ご容赦いただければと思います。はい。そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。